ございます。水戸ホーリーホークに関わる人たちはすごくたくさんいるんだなっていうのを改めて感じましたし、こうやって沖縄の地で素晴らしいキャンプを行えるのもそういう人たちの支えがあってのことだと思って改めて感謝の気持ちを持たないといけないんだなっていうのをすごく感じました。で、今ガンマ戦をやって、またそれを課題が出て3日間練習してきて、1日1日積み重ねてこれてると思うので、一人一人また今日明るくポジティブに前向きにやって、また一つ積み重ねてやっていきましょう。シャイゴーイゴーイゴー。はい、サイド横行こう、横入れて、パスポートにも点数取れるぞ。ゴーゴーゴー、ナイスナイスショー、ナイスショー。前で取りに行くっていうのは完結したいから行く。ここは我慢して守る。そこのちょっとしたところで気持ち。そこはもう一回確認してほしい。別にインで動かさせていくら。それはいい。応援する人よ。応援する人。これ基本なんか肩上げる系は5月。あ、そうですね。5月がある。頼ますよ。はい、これが一番楽しいんだぞ。でも一番ゴーフォワードツートップ同士で一番楽しいところ。はい、打ちた、終わり。ナイスゴール、ナイスゴール。そう、いいボール。昇格につながるかってところの大事なところになってくると思うので、今からしっかり集中して一本一本メリハリ持ってやっていけるようにしましょう。行きましょう。ゴー。食べ1やろ。食べ1でしょ。食べ1でしょ。
いやー、去年は特別指定で、あんまり同期とかもいなかったんですけど、今年は同期も多くて、まあ、結構要求し合おうっていうなんかチームの中になってて、それがだいぶしやすい環境になったと思います。まあ、そうすると、あと新加入の選手も結構多いんで、みんなで練習終わった後とかミーティングじゃない時も集まって話したりできてるんで、だいぶ違うと思います。そこがなんか、まあ、今年一応1年目っていう肩書きなんていうんですかね、大卒1年目ってなってると思うんですけど、去年からもいるんで、もう1年目のつもりじゃなくて、もうチームの一員として結果が出せるようにチームに貢献したいなっていう感じですね。前に仕掛ける姿勢とかドリブルとかを見てほしい。練習試合して、まあ、自分の連携のところで簡単に失点してしまって、まあ、そこは連携の部分なんで、これから攻めていけばなくせると思いますし、攻撃もいい形を作れてたので、これからもっと良くなっていくかなという気はします。ボール持った時、前向きで持った時は、その自分の良さは結構出せたかなというふうに思いました。開幕までもう1ヶ月もない中で、どれだけ詰めていけるかっていうところで、チームメイトとたくさんコミュニケーションを取っていきたいですし、去年特別指定ですけど、あんまり勝利に貢献できなかったので、今年は結果のところでチームに貢献していきたいなと思います。去年勝ってチームとサポーターこう一つになって喜ぶってことがあんまりなかったので、今年は開幕からその喜びを味わえるように、もう一生懸命プレーしたいと思います。なんでそんなに被写体の質悪い。お疲れ様です。